はい、皆さんこんにちは。はじめましての人は、はじめまして、シラコンガです。今回リクエストでね、力属性で、挑んでくれと、ベジで挑んでくれっていうリクエストがあったんで、やっていこうかなと。かなりきついけどね、やっていこうかなと思います。上から、無凸2次、3凸だっけ、2凸、3凸、フレンドが2凸で、2凸ですね。で、あとラッパが無凸です。やっていこうか。で、ここね、戦闘邪念場で守りつつやってった方が絶対いいんだけど、一つあって、まず一つが、ナッパで戦闘を防いでもらう、これは大事なんちゃうかなとは思います。で、回復をしっかりすること。そうすればナッパのディフェンス面っていうのがキープできる。ナッパは、最大 HPマックスで300%だっけ、結構なバフもらえるんですよね。だから戦闘守るにはもってこいのキャラなんで。ただ言うて相手最後即属性、これがどう転ぶかっすね。ぶっちゃけ長剣の方が簡単そうだったんですけど、なんか僕個人的にはね、やっぱりこっちの極み属性クーラー使いたいからね。このサルガーって言いたいからね。ただね、最後のセリフでね、甘かったの俺だったのかとは言いたくないね。さあ、ここはもうサクッと倒しちゃいそうだね。ミスったけど大丈夫だね。多分倒すから、倒して最後 HP 回復しよう。それでいこう。ファイヤー、気持ちいい。やばい、いけるわ。これで飯いけるわ。みんな勘違いしたでしょ、いけるって言って。そこのあなた、これは健全な毒感ですよ。飯の話だから。あれ、クーラーでいけた、もしかして。あ、いけた強っ、化け物じゃん。さあ、ナッパさん来ましたわね。ただどうだろうな、初手守りもこいつらでいい気がするんだけどな。これでいこうぜ、正直。大丈夫でしょ、ナッパ打った方がいいんだな。ナッパ打ったとて、あ、ディフェンス上がんのか。とりあえずディフェンス上がるからこれでいこうか。最悪、うげえ、めっちゃ食らった。もうやだこいつ、ぶっ飛ばす。まあでも言うてね、まだ余裕はあるわけやからね。まだ3ステージ目やから、まだ余裕はある。なんとか大丈夫なはず。同色機能は取って回復したいね。まあ毒感ゲージ上げつつっていう風な感じでやっていければ一番綺麗なんだけどね。オッケー、ジャネンバとクーラー組み合わせれば、多分だよ、変身タイプで回復できるんちゃうかな。オッケー、来た。そうだね、変身タイプで回復できるから。で、初手守りをちょっとお願いしようかな。じゃあ、ただ気力が働いてないね。そうか、これだと変身発動しないもんな。かといってこれだと、いやー、金属性ガードは働かしたい気持ちはある。どっちかっていうと、だからこれでいく。金属性ガードは働かしつつ、邪念馬が打てなくなるだけだから、そこはまあ問題ないかなとは思う。おお、いいね、フルパワーフリーザ。金属性ガードダメージカットを若干してくれるから、それがマジででかいんですよね。シュパ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 シュ。さあ、こっちは順調にアタック上げます。すい、ふん、つまらん。う、気持ちいい。やばいね、やっぱ火力がえぐいね。クーラー使ってて楽しいもん、やっぱりクーラーは使ってて楽しい。ゴリ押しキャラだからさ、どんだけ追撃してくれるかっていうのがすごい楽しみであるから。
それがまたたまらんよね。めっちゃ攻撃するやん。いいよいいよ、これも一ターンで倒せるんちゃう。で一応37万まで回復できてから800万、やばちょっと、やべえな火力が。あっちゅう間にここまで来た。これな、所定守り誰にするかだよな問題。どっちかっていうとこっちの方がいいんだよね絶対。でこれ打ってほしいんだけど、即帰玉、いや力がなどう出るかなんだよな。これどう出る、あいやいけないね、いけないか。まあ、倒せればワンチャンあるからな。最悪だ、アイテム使ってもよかったかもな。うーんめっちゃ食らった、やめてよやめてよやめてよ、俺の体力が持たん。680万、体力が持ちません。くそー、ブロちゃんで回復したいんだよこっちとら。ブロちゃんで回復したいんだけど、ドッカンゲージもまだまだたまんねえしさ、ちょっとやべえんだよな普通に。普通にやべえ。それかウィス重ねがけして2ターン防ぐか。そうだねそれがいいか。とりあえず食らっとけスーパーノーバー。いやおかわりなし、 OK です。そいこいつ北間取った方が強いんだけどな。ギリギリの戦いですね、結構ギリギリの戦い。いい勝負してるね。さあこれで必殺立たなくていいっしょ。でここはまだいいんだよ。で次は力属性、あ耐属性だから、まあ、有利マウントは取れるにしろ。火力やばやばすやばすやばすぎ。さあ行きましょう。うーこの並びか、これしかないやん。動植木玉取りつつこっちだね。でフリーザが確か HP 管理で40倍以下の場合、まあ一ターン向こうに1回向こうにできるからどうだろうな。これが必要なのか分からんが今この状況で。 OK 打ってこんかった、これは強いですね、これはありがたい。ここでアイテム使っちゃダメ、ここでアイテム使うようじゃダメ。オッケー、う避けるとはやるな。スーパーノーバー、うほやば、さすがフリーザとクーラの愛の子って言っていいんかわからんけど、ボン605万、そいボン強すぎ問題。きたきたきた、この並びきた。いやこっちだな、これはこれで回避するしかない。で動植木玉ちょっとでも取って回復しよう。いや打ってきたけどこれは防げれると思う俺は。ハラパン7万、 OK 防いだ。こっからですね、問題は次4ターン以内で、じゃあ1、2、3、あそうだね、4ターン以内で蹴りつけなきゃいけないから、なんでかっていうと、お化けウィスウィスお化けを使うんで、まあ4ターンですね実質4ターン以内で蹴りつけましょう。だから会心頼みである。さあ来ましたよ、まずはこれはお化け使います、絶対に絶対にお化け。 OK シャオラ行ってくぜ。でちょっと待てよ、
それ1回だけだったら意味ねえもんな。かっけー、ズーン。あ、1本減らした。やっぱやっぱやばいね君。で、増殖器弾は取ります。他のなら何でもいいんだけどな。ナッパさんがほんまに置物や。やばい、ナッパの活躍の場が全然ない。764万、これで会心出たらマジででかい。すい、出ないけど減るね、減らすね。しゃあない、無凸だからね。ここはもう会心出ないのはしゃあないとして、ピクピクピク。いやでも2本まで減らしてくれたね。いいねいいね、いいよいいよいいよ。さあスーパーノヴァ、もうちょいやる気出して。もうちょい会心出してほしい。あーいい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 よ。さあここからっす、ここからここから、これが意識するのはここからっす。よっしゃ行こう。何回見てもいいわ、何回見てもいい。フォー。1000万ダメージ、やば、やべえもん出してくれんじゃん。でもこれもういけるわ、飯10杯ぐらい。やば、ビビったわ今、フォーってなったわ。 OK、あのベジータでさえやっぱりクーラーには太刀打ちできないんですね。スイスイスイ、うりゃうりゃ、つまらん。フォー、1036万やば。はい、待ってな感じでいかがだったでしょうか。全員力属性でベジータ伝ですね。あ、多分ね、力属性超の方がもっと簡単なんだけど、まあ、今回極みでいったんですけど、クーラーがマジでやべえ。まあでもね、もうやっぱり最近はもうあれだね、力属性でもベジネンいけるようになったんだね。ナッパの存在はどうなったんやろ。はい、ってな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。